岩佐ため春は、明治時代の千葉県の初期官、学校法人、独協学園会員、東京府氏族、藤原正一による刀を所持。農書家でもあった。東京都荒川区西日暮里の南千寺にある、岩佐ため春母名文政11年12月、江戸本所の氏族、柴山忠久の子として生まれた。天保14年に、岩佐氏の養子となった。明治元年。 箱館府のお雇いとなる。その後、明治2年小菅県の懲役となり、小三寺も務めた。小菅県が廃止されると、陰馬県に奉職した。陰馬県では、明治4年2月3日に旧東出資し、明治5年5月1日には、県展示に、7月11日には展示に干せられている。明治6年に、木更津県と陰馬県の職が県務となり、 木更津権霊県インバゴ霊の柴原和が赴任するまで岩佐が代理を務めた。4月5日、岩佐は木更津県県インバ県七島出資に5月17日には県産児となった。明治6年に木更津県とインバ県が合併し、千葉県になると岩佐は千葉県の県産児となった。明治8年11月24日、ジップの柴山忠久が病気のため死去。 明治9年には、東金町にできた県の臨時発出所に着任している。明治12年11月12日、東京府で実母が死去。明治14年、柴原和の在任中、よく職務に励んだとして移動金を貸しされている。明治20年、千葉県いすみ郡御宿町の山の上社に建立された、工女、志方の日の大学を受け持った。明治21年、 千葉県書記官に任ぜられる。明治22年2月、60歳という年齢を理由に、辞職願いを出し、千葉県を辞職。永年の功績により、就寝年金500円の恩給をもらうこととなった。明治23年、第一回衆議院議員選挙に出馬するも落選。明治27年、千葉県朝鮮軍白子町の玄徳寺計台に、松尾芭蕉を200年期に再始混流された。 廃成記念碑の書を担当した。この記念碑は昭和53年に町指定文化財となった。ありがとうございます。